テンポが落ちんばかりの終わりですね。ありがとうございます。嬉しい。ちょっと皆さん肌寒いですけども、あの大丈夫でしょうか。あの寒い方いらっしゃいます。寒い、寂しい方いらっしゃいます。寂しい方、寂しい方、彼が家ついていきます。暖かい方よね。暖かい方で誰だ誰だ君は。あ、君がひょっとして噂の誰やったっけ。スイタンだ。ちょっとスイタンはこっち入れんのか。スイタン、ちょっとみんなスイタンに拍手で。大きい顔やな。この人も大概大きな顔やけど小さく見えるわ。まだもちろんスイタンは何かいいかと分かりますな。この学校、まだ、はい、正解した方には豪華プレゼントを僕にください。分かる人は言ってください。はい、どうぞ奥様。くわい。くわい正解。では奥様にはくわい100年分を分かります。そうや、名前言うてあんたのことばっかり言うて、僕ら名前な、まあ、言うてくれはったけど自分で言わんとね。じゃあ私どうも改めまして、笑福亭ビンタと申します。まあもちろん芸名でございます。笑福亭ビンタ、本名を氷川きよしと申します。ああ大物です。そうスイタン、こうせやで、スイタン分かったか。吉本新喜劇と一緒でこうドテルって怖いわよね。必ず顔を押さえてやりや、分かったよな。それではこの方どうぞ。はい、林家宇三郎でございます。どうぞよろしくお願いします。もうマイクはなしで、マイクなしでも聞こえますか、後ろ、聞こえますか。第4回こうくわい祭りということで、こちらのですね、伊豆殿宮さん、本当にご利益のある神さんでね、ね、皆さん、さっきも僕お参りさせてもらいました。お参りしたか。しましたよ。いやね、いや俺ちゃんとね、お賽銭も入れたよ。俺全財産入れようと思ったけど、神のお告げでそれはやめとけよ。もうちゃんとご利益がありますので、なんか聞きますと、あらゆるいろんなことで願いが叶うと、まあ、私は紛れもなくですね、はい、もうスターになること。もう半分叶ってるんですか。そうか、拍手で聞いてみましょう。笑福亭ビンタ、この人が言ってくれたスター半分叶って言いましたけど、笑福亭ビンタ今まで知ってたという方は拍手をお願いいたします。はい、集計結果、やっぱりツイタの方は人を傷つけないからね。おかしい。それ言うと思ったらなんか寝打ちがさかったよ。失礼な話、正直に答えください。悪いけど今まで知らなんだという方、正直に拍手してください。どうぞ。誰や、誰の人。なんか目伏せてたね。そうそう、ありがとうございます。ちょっとやっぱり言うのはね、こうやってお遊びが拍手して、体がやっぱり登るんだよね、皆さん。で、そういう意味で今ね、こうやって叩いたりさせていただきましたけど、ほんま。じゃあ、クワイ君。あ、クワイ君ちゃうわ。スイタン、どうしても顔見たんです。スイタンもここにいてくれんの。スイタンも向こう行きます。スイタン向こう行きなさい、ほんなら。スイタン早く下がって、スイタンありがとう。さあ、ということでね、皆様とこちらで、まあ、後で落語もやらせていただきますけども、はい、今日はやはりですね、このお祭りの名前の通りですね、主役はくわいでございましてね、くわいといえば、なにわの伝統野菜、お一つでございまして、ご当地、スイタ、はい、ここで生まれ育っているという野菜でございます。さあ、それをですね、また復活させてくださいました。この方、まあ、言うとはもう、くわいの、現代のくわいの海の親って言っても、現代の海の親でございます。くわいのお父様を呼びましょう。お父様。平野浩一様でございます。どうぞ。ありがとうございます。まあ、もうミスターくわいと。いや、平野さん、僕は毎年呼んでいただいてまして、もう1年ぶりでございまして、ありがとうございます。さっきもあちらのですね、社務所の上のお座敷でね、はい、平野さんとその宇三郎さんと3人でね、お話しさせていただきましたけども、はい、まあ、皆さん、改めましてね、平野さんからいろいろここへ来るまでのですね、まあ、難しい方なんですけども、こう、いきさつ経緯といいますかね、はい、まずは、くわいというものについて、ちょっとお話を聞かせていただきますか。お話聞かせていただく、専門の人の前でちょっと話して、ね、いやいや、僕らは、ここまでの前の社務の中で、何んな下手な人間が出てるとお知らせいただきます。皆さん、これはね、軽いジャブなんで、ジャブめっちゃ話うまいね。さっきから
から聞いてた上で、でも平野さん、まあまあスイタ、僕らイメージですよ、よそ者なんですけど、スイタがそういう農家さんね、まあ、いわゆる田んぼ畑とかあるというのが、まあ、ないことはないと思うんですけど、大阪のそういう町で農家があるというのがちょっとえっと思ったんですが、ではもう皆さん農家がないというのが当たり前の、はい、平成14年からですね、吹田市が吹田区合をね、復活させようということで取り組まれた、はい、で農家で、この農家が吹田にはほとんどない中でね、取り残った中の農家で、吹田区合を復活させてほしいということの強い要望の中で、このまま何とかさせてもらおうかないうようなことで、はい、ちょっとこう冗談半分で作り始めたのが、はい、市民がすごく興味を持たれて、はい、ほんで農家やめようかな言ったところ、言ってくれたのが吹田市の市民です。ちょっとあれだ、市民から具合を中心にしてね、具合と出会うがためにすごく関心を持たれるようになり始めてきて、これは面白いないうようなことがあって、それはそもそも何年前が、その14年です、10年前です、10年前、平成14年の、はい、10年前 NHK が入りの、はい、天から手帳が入りのね、すごくね強い広まり方が発揮したんで、うん、これならね、はい、農業をね皆さん関心持ってくれてると、うん、自分だけが農業してたのかな、親の財産自分だけが守ってるのか、孤独農業でした。ところが孤独農業や なしにね、うん、市民がこれだけのこの農業に対する関心が高いんであれば、うんうん、いうことでやり始めました、はい、そこへ僕お腹切っちゃったんです。そう、14年前さっきも上でね、にこやかにあるんですよ、14年前こういう具合のね、また改めて頑張ろうか言うた矢先に、そう、何を思ったか武士でもないのに切腹しちゃうからあないけどね、僕は胃がんの手術をしました。そして生きるためのね、道としては やはり主人のおじさんが、これは安全なね、安心な野菜を食べなさいと、野菜中心の生活をしなさいと、はい、まずジュースからですね、ジュース、うん、そういうことでやりましたら、スイタクワイとまでとつながるのは、スイタクワイは農薬をやったらあきまへんでっていうようなね教えがあったの。ほんで農業で農薬やらないで、除草剤をやらないで作る方法あるのを言うとね、いやいや大学の方から人事等の手はいくらでも応援しますと、ほで市民は市で応援しますと、うん、で市民は市民でその農業に対する安全なものにこだわるんだ、今応援しますっていうのことで、たくさんの方が応援いただきました。そしたらまあ具合がうまく育ちました、はい、自分の体もお腹切ってますからね、うん、3ヶ月命なのか1年命なのかって命がけでやってたところが、今もう10年目、今このようにね元気にさせていただいたのは農務農薬のおかげかなと。ご本人毎日言うてたんですけども、うん、もうね、その時はもう今こうおるのこの世の人やなかったはずなんですよ足つけます足つけます、足はねちょっと前より長かったはずだ。それはやっぱりおっしゃるように生産されるね、平野さんおっしゃる、まずは何があっても人間生き物は食が大事。そうですね、はい、でね、小学生はじめ幼稚園からのね、はい、お弁当、給食を、それをもう取り引きいただけるようになりましたですし、今は市民のボランティアさんが中心で私とこの野菜を作っていただいておるの、それも、もちろん無農薬ですけど、スイタクワイを作ると成功するのには薬をやらないでくださいというのは大基本ですから、クワイを作ることが無農薬につながるわけ、ね、で薬をやってどうのいうような今の、うん、野菜作りの中でですね、そのクワイを作るのには無農薬で安全ですし、で自分の自ら自分が命を助けていただけたので、ね、はい、なんとかこの市民の恩返しではないかな。なるほど。でも一生懸命は10年間こうずっと勤めてまいりましたですけども、うん、これはやっぱりいいことじゃないかなと思いますし、年々ね、はい、このような取り組みが広まってきて、吹田区合というものの力というのが全国的にも広まってきていますので、ね、大きな話ではないですけども、いやでもね、初め吹田市から平野さん以来ちょっと耐えてた具合をってね。